ライラよ、友達を助け出したようじゃな。その友情をいつまでも忘れてはいかんぞよ。ありがとうございます。その通りだよな。俺たちこれからは力を合わせなくちゃな。ではライラよ、次のお願いがあるぞよ。次のお願い。ライラは錬金さんでいいのかな、山かな、知っておるかの。岩だらけでスライムが住むには少し寂しい場所ぞよ。その山のどこかに錬金様と呼ばれる神様がいらっしゃるぞよ。宝箱ありますね。あ、スライムナイトさんいる。楽しみ。その神聖な山に尻尾団が入り込んだらしいぞよ。このお城の中にもさ、ミミックさんが入り込んでるけどね。左上にいらっしゃる。いい話があるもじゃ、魔物堂に来るもじゃよ。実は勇者を4匹乗りに大改造してみたもじゃ。おお。勇者に乗せるメンバーを決めるときはわしに話しかけるもじゃ。うわ、これできること増えるのでは。おお、バトル中スタートボタンを押すと作戦画面が表示されます。仲間によって与えられる作戦が違います。いろいろ試して自分だけのチームを作りましょう。おお。でもミーホン入れたいよね。なるほど、書いてあるね。敵戦車にダメージ、侵入して攻撃。弾入れてくれるんだ、ドラオ。いいね。シスターも参戦してるんだが。なるほど、回復か。なるほどね。スラゾーさんと神父さんがいいかな。ちょっと一旦これで様子見てみようかなと思います。よし。で、あとはですね、ちょっと読みの確認をしよう。山さん、山か、錬金山ね。オッケーオッケー。で、そうだな、もしかしたらね、この辺も助けられるかもしれないので、錬金山行く前に一回ね、のっけの林道とサラスナ古墳探索しようかなと思います。まあ、まだ助けられそうになかったらなかったで、アイテム収集みたいな感じでやっていけばいいかなって思うんで。ここちょっとお顔になってますね。今更だけど。普通にいらっしゃったんだが、お持ち帰りできそうだ。やった。あー、そこにあったのか。なるほど、ここにあんのね。了解。これで解決だ。そういうことか。オッケーオッケー。これでいけるとオッケーですよ。釣り鐘。やあライラ、敵を倒すと時々ハテナマークの袋を落とすって知ってる？袋の中には何かが入っていて、たまに珍しいものもあるらしいから、見つけたら忘れずに町に持って帰るようにするんだぜ。オッケーです。今んとこ爆弾屋さんが多いですよね。ミーホン、なんだなんだ、それはなんだ、燃える水。なかなかすごいものをお持ちで。あとはね、上のとこ行ってないんだよね、ここの。
ライラありがとう。無事に帰ってこれたよ。よかったよかった。この国が大好きだから帰ってこれてとても嬉しいんだ。お、嫌ですね。ありがとうございます。木の矢あと3匹。このエリア普通にいそうといえばいそうですけどね。お、回復、回復があるよ。怪しくね、怪しくね。おー、見つけられましたね。よかったよかった。ミニハルト、これで全員か。ツムリン、ホエミ、さっきねさっき壊しちゃいましたもんね。で俺も乗るって思ったけどなるほど、やばい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 。オッケー、これで帰りましょうか。で、あとはのっけの林道だよね。よし、おお、コンプリート。鋼の剣を手に入れた。コンプリートするとなんかもらえるんだ。ってことは多分そういうことかな。おお、ミホンが家にいる。この国の運命は俺たちが握ってるんだぜ。頑張ろうな、頑張ろう。おお、橋の向こうに行けるようになった。こっちか。すげえ、もう70とかあるよ。お、新しい場所とかもありますね。博物館か。おお、かわいい。いいね。ちゃんとスライムの、これスライムだよね。凝ってるねー、いいですねー。でここが100か。勇者の井戸、めちゃめちゃ何かがありそう。さあということで、お次はのっけの林道に行きましょう。これね、多分行けるんじゃないかなって思うんですが、とりあえず11匹助け出すことを目標に頑張っていきます。お、進展がある。なんでスライムの箱が開いてるもじゃか。今更感がすごい。きっと今噂の笛の勇者の仕業もじゃよ。怖いもじゃ。後ろにおるで。スライバといい、最近のスライムたちはいい気になってるもじゃ。兄貴、それより今他の箱も調べないと。とにかく奥の方まで調べに行った方がいいもじゃよ。これで行ける場所増えるのかな。ということは来てよかったやつだと思うので頑張っていきます。
もしかしたらね、この先も行けるようになるかもしれないからね。お、進展ありですよ。なんでお前だけ上にいるもじゃ。上にいんの？上にいる。宝箱がある。すぐにロープを下ろすもじゃ。待っててもじゃよ。確かこのロープを登った先にもスライムの箱を置いていたもじゃ。ちゃちゃっと調べに行くもじゃよ。グズグズするのもじゃよ。ロープを下ろしてしまうともう元に戻せないもじゃ。笛の勇者が来ないことを祈るしかないもじゃね。おるでー。どうしよう、とりあえず行こっか。よし。まだらな。まあライラ、あなたが助けてくれたのね。この先にもまだまだ仲間が捕まってるから助けてあげてね。了解です。こっちに行ける。これはもう新しい場所だよね。こっち行けそうだな。お、この敵さんいらっしゃったよ。なるほどね、なるほどね。とりあえずちょっとトロッコ探したいかな。お、あったあった。ほら早く押すもじゃよ。トロッコが動かないもじゃ。兄貴、そのトロッコは上に乗ってれば自分でも動かせるもじゃよ。自分で動かせる。たまには自分で動いてほしいもじゃよ。仏家を鍛えてやろうという俺の気持ちがわからんもじゃか。もじゃもじゃ言ってないで早くするもじゃ。それは面白いわ。めっちゃ移動してる。なるほどね。じゃあとりあえず行ってきてもらいましょうかって思ったけど、なるほど、普通に押すだけでいいのかな。あー行ってしまった。これ大丈夫かな。あ、でも帰れたっぽいね。よかった。さあミニハルトから読んでこっか。溜まってましたね。外国では手紙をレターというです。お家のことはハウスというです。なるほど。そしてお料理の作り方のことをレシピっていうですよ。知ってましたか。レシピだ。手裏剣、そういうのもあるんだ。ホエミ、尻尾団にもいろんなやつがいるんだよな。まあみんなおまぬけなやつばっかだけどさ。ですね。そうだ、やつらが落としていったものだけどライラにあげるよ。お、猫じゃらした。猫じゃらし落としていったんか。スムリン、助かったぜライラ。お礼にいいことを教えてやるよ。お願いします。お料理サシステソを知ってるか。サは砂糖で、シは塩で、スは酢で、セは醤油で、ソは味噌だ。そこから鉄くずくれるんだ。こんにちはライラ、今王宮の絵の下にいます。ライラって絵が上手だったよね。私ライラの絵が見たいな。うわ、なんかハードル上げられてる。燃える水を手に入れた。ちょっと後で懲らしめとくか。ちょっとこの周辺からチェックしたいなって思うんで、一旦こっちから行きますね。
ただなー、バトルっぽいよなー。お、これはこれは、はい、なるほどね、そういうことか。まあ多分このトロッコをぶっ壊すというか、そういう感じだよね。こっちにあるってことはそういうことだ。おお、見つけたー。そっか、どこから行けるかな。これ向こうに行く必要があるから一旦いいのかな、このままで。こっち通れる？通れないよね。じゃあまあ一旦保留ということで。じゃあ勇者バトルやるか、右行ってね。やりましょう。よーし、やりましょう。そっか、編成してから初か、にゃんぽと3。よーし、みんな頑張ろうぜ。あ、やべ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 。ミホン。ミホンが敵の弾に当たっている。おお、スラゾー持ってきてくれた、頼んだで。いやでもだいぶ楽だね、これだけでも。というか今までこれを一人でやってたんか。よーし、いいよいいよ。で、自分が入る。飛んでる。わ。まあ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 、行きましょう。もらってこ。取れなかった。よし、これ取って。マジかマジか。まあいいや、スラストライクで頑張っていこう。よいしょー、ありがとうございます。ハッピー、ラッキースライム、ハッピーフッカース、助けてくれてありがとう、ライラー。いえいえ、どういたしまして。よく大戦車をやっつけたね。え、勇者、そりゃハッピーだよ。ちょっと何言ってるかわかんないですね。よし、ということで、倒しましたよ。ラッキースライム、ハッピーです。助けてくれてありがとうね。助けてもらってとってもラッキー、街に帰れて超ハッピーからの木の矢、ありがとうございます。あと9か。
なんだろう、すんなりといけそうな感じはあるけど。あとはあれかな、こっちの方とかも気になりますよね。って思ったけど大丈夫そうかな。じゃあ行きますか。とりあえずは自分も乗って向こうに行った方が良さそうですね。ああ危ねえ危ねえ。おお、大丈夫大丈夫。足が生えてる。スッピー助かったっピー、君は命の恩人だっピー。すぐそこにあるロープ忘れずに下ろしていく。オッケー、じゃあロープ下ろそう。オッケー、で、こっちも行ける。上に来ましたね。これもろすか？そっちに行くのか。なるほどね。で、爆弾位はあって、そうだな、どうしよっかな。とりあえずこっち行こう。オッケー。お、スタフィーだ。ホタル、助けてくれてありがとう。もう一生このままかと思ったわ。上に相棒が捕まってるから忘れずに助けてあげてね。どうしようかな。これで行こうかな。爆弾岩さんは必要かもしれないからな。よし、では進んでいこう。あ、今いましたね。